支部にある裏山ダムに来ました。今日はここはスルーするつもりだったんですが、走っている時にちょうど放流するのが見えたので立ち寄ってみました。何度か裏山ダムは来たことがあるんですが、放流しているのを見たのは初めてです。ここしばらくずっと雨が降っていたから多分放流してるんだと思う。
道の駅三度にやってきました。ここは仮坂トンネルを抜けた先にあります。残念ながら天気は雨、だいぶこっちは強く降ってます。これからこの道の駅三度でラムカレーを食べようと思います。なんとまさかの食堂が定休日でした。前回浦山ダムでもダムカレーが食べれず、こっちだったら確実に食べれるだろうと思っていたのに、またしてもダムカレーに振られました。なんてこったい。広瀬ダムに来ました。ここは道の駅三度から5分ぐらい下ったところにあります。あまり知られていないひっそりと山の中に佇むダムです。これが洪水掃きと呼ばれる水を流すところです。広瀬ダムでも連日の雨で貯水量が増えているのか放水しています。